シンフォニアダレクイエムイ・シンフォニアダレクイエム作品20は1939年に日本政府の企画する後期2600年報祝局としてイギリス文化振興会から作品移植を受け26歳のベンジャミン・ブリテンが作曲した公共局。かつては鎮魂公共局の役代が用いられていた。還元学のための作品で声楽が入っているわけではない。 通説では、日本政府の移植により、後期2600年報酬局として作曲されたが、宗教的な理由や、皇室に対する非難を含むものとみなされたために、日本政府より却下されたとされている。大筋ではその通説は当たっているが、実際には、ブリテンの個人事情などが複雑に絡み合っている。第二次世界大戦が勃発した1939年、ブリテンは、 個人的な事情により、名優ピーター・ピアーズと共にアメリカに引っ越す。その直後の同年9月3日、イギリスがドイツに宣戦線復刻し、かねてから兵役拒否者だったブリテンは帰る場所を失ってしまった。次第に生活費に困るようになり、また、アメリカが好戦的になっていく姿にブリテンは絶望するようになった。そんな際、知人の出版業者、ラルフ・ホークスらが、 日本が後期2600年放祝曲の作品を各国作曲家に移植しているという話を持ちかけ、金銭に乏しかったブリテンはその移植に乗ることとなった。ブリテンの改装では移植条件は1939年9月頃に公共的作品ならば580ポンド、除曲や更新曲ならその半分から3分の1の移植料を支払う。 1940年5月までに東京に遅れというものだったようである。承諾後はマイペースで作曲していたものの、1940年3月21日になり、日本側から作品の内容に関する問い合わせがあり、ブリテンはそれに返事をする一方、バカに完成を急がされているとも語っている。また、その最中のインタビューで、 曲の名前は、シンォニアダレクイエムというものになる。ただ、それはあくまで名前だけ。そして、両親の思い出に捧げようと思っていると述べたが、何人かの友人が、その題名は、日本政府を公開させる可能性があると、忠告してきている。6月頃に作品が完成し、総付、ブリテンは、約束通り日本側から移植料を受け取ったが、なぜか一桁多い額が送付されたらしく。 それに気を良くしたかぶり店は9月頃に来日する気にもなっていた。ところが11月になり在営日本国大使館から演奏拒否の知らせが届き、一時は寝込むほどの気を落としたが、後にホークスにたくさんのお金をもらって、それを全部使っちゃっただけの話しさとも言っている。送られた側の日本では通説通りの論争が起き、 英霊に対する鎮魂などとこじつけようとする動きもあり、折を見て演奏することになったものの、太平洋戦争回戦もあって、結局さたやみになってしまった。曲の練習は、後期2600年の式典に備えて30回ほど行ったものの曲調に対して、オーケストラの編成が課題で音を合わせることすら困難だったので、仮に演奏することが決定したとしても、 本番での演奏は見送られた可能性が高いと言われている。初演は1941年3月29日、ジョン・バルビローリ式ニューヨークフィルハーモニックによる。そして日本初演は1956年2月18日、ブリテン自身の式 NHK 交響楽団による。以下の三楽章からなる。涙のその日、ラクリモサ怒りの日ディエスイレクオンなる平安を、 レクイエムエテルナム各学章の題名は、ローマカトリック教会の死者のためのミサの一節から取られているが、直接に葬儀に関連しているわけではない。ブリテンは、それぞれの学章を、緩やかな、行進風の哀歌、死の踊りの形式、最後の解決と呼んでいた。二短調、二長調、所要時間は20分程度である。フルート3と、ピッコロ一、オーボエ二、コーラングレ一。 クラリネット3、ファゴット2、コントラファゴット1、ホルン6、トランペット3、トロンボーン3、チューバ、ティンパニ、バスドラム、スネアドラム、タンバリン、ムチ、鉄筋、ハープ2、ピアノ、弦楽五群。ブリテンは別の階層で、期限まで時間がなかったので、別の目的ですでに出来上がっていた、あの作品を送るしかなかったと述べている。ありがとうございます。